ははいこんにちは今回はプレイヤーーーコントローラにーについいて動画にしようと思いますこの動画シリーズでは今までプレイヤーキャラクターの中にインプットを置いてましたがインプットの入力はプレイヤーコントローラーとレベルブループリントあと今まで使っていたプレイヤーポーンで受け付けることができて同じ入力処理がある場合はプレイヤーコントローラーレベルブループリントプレイヤーポーンという形で まあ優先度が下の入力は受け付けなくなります。プレイヤーコントローラーに Z キーのインプットアクションがある場合は、レベルブループリントやプレイヤーキャラクターの中に Z, Z インプットを入れても、プレイヤーコントローラーの入力だけが処理されます。レベルブループリントとキャラクターであれば、同じ入力処理が書いてあった場合、レベルブループリントが優先度が高いっていう形で、キャラクター側は処理されないっていう。 感じになりますでまあ入力はこの3つから取れるんですが、まあ、この中でもちょっとこのレベルブループリントに関しては若干イレギュラーなものな気がするので今回の話はこのプレイヤーコントローラーとプレイヤーキャラクターの中に入力を置くっていう、まあ、方法というか使い分けに関して話をしていけたらなと思います。まずテンプレートのの通りの プレイヤーーキャラクターの中に入力がある状態この親しみのある操作方法に関してですがこのキャラクターの中にある入力を、まあ、コントローラー側で操作する方法をやってみたいと思います、まあ、サードパーソンとかよりこの横スクロールの方が入力の処理が簡単なので、まあ、見やすいっていう形で、まあ、この横スクロールで説明したいと思いますまずこのキャラクターのフルプリントの中にあるこのテンプレートのキャラクターの中にあるこの横に 移動しますっていうアクシズムーブメントトライトっていうのをまあ切っておきます。まあ動かないっていうのをはっきりさせるためっていうだけでとりあえず切っておきます。とあとはジャンプですね。ジャンプも切っておきます。でまあこれで左右にも動けなくなってジャンプもできなくなるっていう状態で、まあ、とりあえずプレイをして左右に動けなくなってジャンプもできなくなった状態。まあ一応まあこれはプレイヤー側の入力 で、動いてないのを確認させるために一旦そうしておきます。まあ、次に、このキャラクターの入力がなくなって、動かなくなったものを動かすために、ブループリントクラスから、プレイヤーコントローラーを出して、BP アンダーバー、あとりあえず BP アンダーバープレイヤーキャラ、コントローラーにしておきます。で、まあ、ゲームモードを開いて、まあ、このプレイヤーコントローラークラスに、今作った BP プレイヤーコントローラー。 を設定ししててコンパイルして保存でこの BP プレイヤーコントローラーをダブルクリックで開いてでもこのイベントグラフの中に Tick と BeginPlay はちょっとまあ邪魔なので消しといて今回やりたいのは左右に移動するっていうのとジャンプするっていう部分に関して左右に動くに関してはムーブライトだっけ軸イベントのムーブライトっていうのをテ,テンプレートの初期の状態で 入力があるのでこのインプットムーブライトを出してでまあキャラクターの時だとここにアドムーブメントという形でムーブメントっていう形で出せばまあノードが選択できるんですがまあこの状態だとコントローラー側だとアドムーブメントが出せないのを通常コントローラーが操作する場合ゲットコントロールポーンこのコントローラーがコントローラーが コントロールしているポーンをゲットっていう形で、まあこのゲットコントロールドポーンに対して、アドムーブメント、インプット。こういう風にすると、で、まあ、とりあえずこのワ,イワールドダイレクションを1ですかね。これが右移動っていう形になってるので、 まあ、これが基本構造っていう感じみたいですね。まあ、これに関しては、こうしなきゃいけないっていうよりは、コントローラー側でアドムーブメントを使う場合は、こんな方法もあるかなっていうところと、まあ、このコントロールドポーン以外にも、ゲットプレイヤーポーン。このゲットプレイヤーポーンに対しても、このアドムーブメントインペットが呼べて、 まあ同じですね。このコントロールドポーンとプレイヤーポーンに関しては、まあ、コントローラーが制御してるっていうルートから辿るか、プレイヤーポーンを直接辿るかっていう違い。あとまあ、このプレイヤーポーンと同じような状態なんですけど、ゲットプレイヤーキャラクターっていうのもあって、これはまあ、ポーン上位、上位というかまあ、ポーンにキャラクターの特性、まあジャンプだったり、まあそういう処理を含んだ 特殊なポーンをキャラクターっていうことになってるみたいなのでこのプレイヤーポーンとプレイヤーキャラクターに関してはまあ似たようなものでこの基本横移動とかそういうのに関しては同じ処理かなっていう感じですね。コントロールズポーン、ゲットプレイヤーポーン、プレイヤーキャラクターまあどれでもいいんですけど、まあ、単純に、まあ、このゲットプレイヤーポーンだったりプレイヤーキャラクターに関してはまあとりあえず1人用っていうのが前提になっていてこの ゲットコントロールボーンに関しては、まあ、このコントローラーが 1P なのか 2P なのかに関係なくまあコントロールしてるボーンを操作するっていう条件になってくるのでこの、まあ、マルチプレイじゃなければあんまり関係がないかなっていう差な気がしますねでまあとりあえずこの状態で何て言うんですかコントロールできるかを確認してみましょうか、まあ、この状態で、まあ、A と D を押すと左右に移動するっていう形でキャラクター側のインプットを簡易的に消して コントローラーの方にこのアドムーブメントインプットを入れると左右に動けるようになったっていう形で、まあ、処理としては一緒。まあ、キャラクター側に置いていてもここの入力を、まあ、ちょっとこのゴミみたいなのはしとしてこういう状態と一緒っていう感じですね。これと一緒。でまあもう一個このジャンプ。もう一個のジャンプの方が少しなんて言うんですかね難しい難。難しいっていうか、まあ、このコントロールドポーンの方にジャンプがないんですよね。 ジャンプがなくて、とりあえずこのインプットのジャンプを引っ張ってきてアクションイベントのジャンプを押したらキャラクターがジャンプするっていう状態にしたい場合ジャンプっていうのがこのキャラクター特有の処理っていう形になっているのでこの3つこの3つの中でこのゲットプレイヤーキャラクターだけがこのキャラクターの要素を持ったものになってくるのでこれをキャラクターから引っ張ってジャンプとやるとジャンプとストップジャンプって出てくるんですけどジャンプが。 出てくるんですよねストップジャンプこれストップジャンプってやってましたけどこっちやってるかでまあこうしておくとコントローラー側の入力で左右に動けてジャンプもできるっていう状態で、まあ、このくらいの入力だったら、まあ、こんな風な処理の仕方もあるかなっていう感じなんですけどでまあこの辺 こういうやり方もあるんですけど、まあ、キャラクター側で持たせても、というかまあ、どっちかっていうとキャラクターで持たせてる方が多い、ね。コントロール側でやる方法はこんな感じですよっていう形で、まあ、こういう処理の仕方をしてる人もまあ、いるので、 主流かどうかで言えばキャラクター側で持たせる方が主流なんですけどちょっと複雑なことをしてる人たち的な、まあ、プロの世界だとどっちが主流なのかなっていう形で、まあ、よくわかんないなっていう形でツイッターでつぶやいたところアルウェイ先生に返信がもらえたので、まあ、その内容をここで共有しておこうかなと思います頂、えー、い,いたコメントとしてはシンプルなサップルを作るという意味でキャラクター側に入力を持たせることもありますが 汎用性や依存性解消のためにプレイヤーコントローラーに入力を持たせることはやります。まあ、どっちの方法もやることがあるということで、でまあ、小規模であればキャラクター側で入力を持っても問題ありませんっていう話ですね。なのでまあこの辺を状況からすると状況次第で使い分けてるという話のようですね。このアルェイさん以外にもまあ結構いろんな方々のこうやってるよっていう形の コントローラー側で制御しているっていう話だったりキャラクター側で持たせる利点もちょっとあるよっていう話だったりっていうところを、まあ、結構思ったよりたくさん意見もらえたのでちょっとこのツイート欄を動画の説明欄のところに載せとくので興味ある方は見てみるといいかもしれませんで前コンボアタックの動画で入力はプレイヤーコントローラーにあった方がいいらしいということを言ったと思いますがよくよく作例等確認していくと、まあ、状況による っていううののが実情のようで、まあ、プレイヤーポーンにインプットを置いたままでも、まあ、オンラインゲームが作れないってことはなかったみたいですし、まあ、特に負荷的にプレイヤー側に、まあ、この移動とか入力をちょっと持たせる程度で、まあ、問題は特になさそうだなっていう感じでしたでその中でプレイヤーコントローラー側で入力を持った方がいいだろうなと思ったゲームのジャンルが格闘ゲームで格闘ゲームの入力受付、まあ、細かい矢印キーみたいなのとかの組み合わせだったりとかっていうところを キャラクター側に持たせるっていうのはおそらく良くないだろうなっていう形で格闘ゲームなんかはコントローラー側で入力を受け付けた上でどっかの関数に判定をしたものをプレイヤー側に送るっていう形になるのかなと思います。あとは格闘ゲームじゃなくてもコンボの判定なんかが結構たくさんバリエーションがあったりとかっていうアクションゲームとかもまあプレイヤーコントローラー側に持たせた方がいいのかなと思ってます。 でまあキャラクター側に入力を持たせても良さそうなものという形で言うと、まあ、入力が複雑じゃないもの、まあ、コマンド入力とかがそんなに複数なかったりだったりとか、まあ、移動してジャンプして銃を撃つくらいであればキャラクターの中に入力があっても特に問題はなさそうかなと思いますこのキャラクター側に入力を持たせるっていう判断をした場合でもこのプレイヤーコントローラー側になんかキーが押されたらポーズを させるだったりとか、まあ、エスケープをしたらなんかゲームが閉じるように設定するみたいな,なんかこうキャラクターの挙動と関係ない入力を持たせたりっていうところでキャラクター側に入力を持たせるっていう判断をした場合でも一応プレイヤーコントローラーはまあそういうのを置く場所としてまあ使ってるプロジェクトがそこそこあるかなっていう感じがあるので、まあ、簡単な挙動であればプレイヤー側に持たせてもいいし、まあ、やろうと思えば コントローラーラ側でこういうい入力のの処理の仕方もありますよという形でキャラクター側というかポーンに入力を持たせる利点としては車の操作だったり、まあ、馬の操作だったり飛行機とか、まあ、ヘリとかあと UFO とかその辺の操作がまあ全部一緒操作方法が一緒なのであればプレイヤーコントローラーの中に入力を1つ置けばいいっていう感じなんですけど、まあ、一個一個乗り物によって操作方法が違いますよみたいな。 場合は1個1個に対してプレイヤーコントローラーを用意して差し替えるっていう方法もあると思うんですけど、まあ、各ポーンの中に入力を入れておくとまあ便利かなっていう形は、まあ、まあゲームの使用上そういう形ができるのであればポーン側に持たせる利点もちょっとあるかなっていう感じがしますね TP スプライト、まあ、これは今 ポーン側に入力を全部持たせてるので操作がちょっと違う。まあ、この中で一番違うのは多分この,の U4 みたいなやつだ。いろんな入力を持たせる場合は、まあ、ポーン側に持たせる利点もちょっとあるかなっていう感じですよねで。今回コントローラー側で入力を持った方がいいという話をしようと思って、 調べていたんですがまあコントローラー側で入力する方法っていうのをまあ知っといた方がいいかなっていう感じがあるので一応今回の方法もまあ参考にしてみてもらえたらなと思います次回の動画はパッケージのあれこれに関して一応知っといた方がいいんじゃないかなっていう部分に関して話をしてみようかなと思いますって感じでよかったら次回の動画もよろしくお願いします